ヨズです。今日は3月9日だからサンキュー。このラップで感謝の気持ちを届けたと思います。まず最初は漫画家の青山剛昌先生へ。先生が変えた名探偵コナンのシリーズが大好きですよ。字幕がなくても内容がわかったらいいなと思ったから日本語の勉強を始めました。おかげさまで今ここにこのラップができまして、青山先生ありがとうございます。次は監督の宮崎駿先生へ。ジブリスタジオの作品を見て育ちましたよ。大人になって悩んだ時も迷った時も繰り返し見ると知恵はあるなと気づいて力を取り戻しました。宮崎先生ありがとうございます。最後は音楽家の久石譲先生へ。先生の作品のような心を動かすメロディも作りたいとは大学で音楽系を選んだ理由の一つです。とにかく曲を書き続けること、はい覚えてます。久石先生ありがとうございます。ありがとう心の奥からの、ありがとう本気で届けるよ。Thank you.